アンドビーヘアケアラインのご紹介第2回目です。毛周期ちょっと教えていただきたい。はい、毛周期はまず生え始めがあって、うん、その皮膚の奥からぐんぐん伸びてきて、はい、伸びきるっていうところまでが2年から6年って言われてます。そんなかかんの？はい、これがでも全体の毛髪の 90% がこの状態です。伸びてる状態で、残りの 10% が成長が止まって自然に抜けるっていう状態、うんうん、でそのいわゆる休止期があって抜けました。そこからこうまた戻ってくるわけじゃん。そこの期間はどれくらいなの？3ヶ月ぐらい。ただもう抜けるのと同時に生え始めるので、うん、なるほど。抜けたらもうすぐ生え始めがある、はい、だからそこは心配しなくていい。心配しなくていいけど、やっぱりその頭皮環境がすごく大事になるってことでしょ？そうです。まあでもそれも含めてハンドビーの使ってもらえればいいってことでしょ？はい、もちろんでございます。うん。